はいどうもこんにちは、光です。今回ですけども、買取鑑定団第9弾ということで軽井沢にいます。他の仕事でちょっと軽井沢の近くまで来てたんですけど、そこで一度僕が会ったことがある幹細胞のドクターがいるんですよ。その先生が買取鑑定団出たいっていう風に自分から言ってくれてて、ちょうど昨日来てたんで軽井沢泊まって、今日朝から別荘があるみたいなんでそこで会いましょうっていうなってます。で、宮迫さんは東京の方にいるんで、軽井沢から東京に移動してそこで合流するみたいな形なんですけど、今回出てもらう山川先生っていうドクターの方はかなり買取鑑定団のわらしべ長者企画に賛同してくれてるみたいで、自ら参加したいと。一回動画にも出てますね、僕の肌が変わったみたいな動画で、セルソースっていう会社に行ってそこでクリニックみたいに行ってると思うんですよ。57歳ぐらいのにめちゃくちゃ若く見えたドクターがいたと思うんですけど、多分その先生ですね。結構有名なんですよね、あの先生って実は、そうなんですね。実際あの会社の時価総額もすごい額ついてて、はい、一時1400億ぐらいついてた、はい、あと病院のクリニックをバイアウトも何回もされてる先生なんですね。だからどんなものが出てくるのかって結構期待はしてるんですけどね。めちゃくちゃ金持ちなんですね。めちゃくちゃ金持ち、分かりやすく言うと、はい、めちゃくちゃ金持ちなんですけど、自身はお金を使ってどうのこうのっていうのはあんまりやらない方らしいです。なるほど、どんな別荘で、東京の家かどっか分かんないですけど、どんなものがあるのかっていうのも謎ですよね。でも連続でお医者さんですね、麻生院長からの山川ドクターで。麻生先生が3人のお医者さん、はい、麻生先生一応美容外科のトップじゃないですか。先生の3人の中の一番信頼してる先生の1人が山川先生だって、あの動画で言ってましたよ、麻生先生が。麻生院長がリスペクトする人の一人と。あ、そうです。それは相当すごい人ってことやもんな。とりあえずね、会って話してみないとどんな感じか分かんないんで、別荘まで向かいたいと思います。すげえ森の中やな、これ。こんなとこにほんま家あるんかな。なんでお金持ちで別荘行くの、建てたがるんやろ。それも聞きたいな、なんでなの。癒されたいんじゃないですか、やっぱリラックスしたいとか。自然が恋しくなるんですよね、多分。俺自然とか全然好きじゃないから、虫がおるから。でも俺このシリーズめっちゃ好きなんやんな。普通じゃ会えないお金持ちの人に会えて、その人の話は聞けて、その人が持ってるものが見れるわけなんで、贅沢ですよね。うわ、大自然。あ、これ分からんな、外からで。なんかあ、ほんま山川って書いてますね。インターホンすごいな、天井が高いな、もう。まあ高いわ。ちょっとで呼んで、すいません。あ、いいです。あ、回覧板みたいな。あ、お昼です。お願いします。はい、お願いします。どうやら今回はちょっと買取鑑定団出ていただけるということで、趣旨には賛同したんで見ていただきたいんですけど、あの見てもらったら分かるけど、ほとんど僕あの物を持たない贅沢っていうのを実践してるので、はい、買い取れるようなものとかって多分ないと思うけど。あ、ないでしょ。えないないあ、別荘じゃないんですか。そうですね、また東京の方を見てもらってもいいですけど、まあ、とりあえずちょっと一応見てもらって。はい、お願いします。物を持たない贅沢っていうことを初めて聞きました。かっこいいですね。天井の高さやばいしな、広いな、やっぱ。ちょうど今日はセルソースも、あ、そうですね、ちょっと一緒にミーティングしてたんですけど。なるほど、自然に囲まれるっていうのが好きなんですか。そうですね、こういう森に囲まれて、はい、ミーティングとかするとすごいいいアイデアとかクリエイティブな考えが出てくるんで、たまにここでみんなで集まってサウナ行ったりバーベキューしながら。で、ここには今度何もない、必要最低限のものしかないんです。そうですね、見てもらったら。はい、確かにそうですもんね、パッと見内部校のブランド一家で囲まれた生活のイメージされたかもしれない。はい、そういうのは全くないないです。麻生先生と真逆です。全然違うんですよ。確かにリーマリストっていうやつですね。で、これからちょっと東京で仕事がまたあるんで、クリニックの方に戻るんで、ヘリで帰りますから。ヘリで帰るでしょ。カレンちゃんがまさかそんな別に遠くもないのに毎回ヘリなんですか。そうですね、まあ、兵が一番近い。でも多分車だと多分3時間ぐらい。そうなんですよ、渋滞とかになっちゃうとね、結構時間かかっちゃうので。兵じゃどれぐらいできるんですか。30分かかる。兵強っ。兵って高いですよね、普通に行こうと思ったら。そうですね、多分レンタルしても15万とか20万ぐらいだと、まあ、自己所有なんで、はい、あ、で持ってるんですね、はい、なるほど、行きましょう。ヘリ行きましょう。ヘリ行きましょう。ヘリ持ってる人っているんですね、なかなか。ヘリちなみにどれぐらいの値段したんですか。1台は4億5千万、もう1台は1億5千万。2台持ってる。大きいのと小さいので使い分け。使い分け。使い分けるんですか。今日ちょっと大きいのあって。どういう時に使うんですか。そのトライアスロンでやってるんで、大会にそれ出る時にちょっと行って、朝行ってヘリ乗って、走ってからヘリ乗って帰ってくるとか。日帰り。すげえな。次元が違いますね。グリーン車とかじゃないやん。ヘリなんや。時間短縮ってことですね。とにかく時間を大切にっていう。一番大切なものなんですけど。じゃあ、行きますか。お願いします。ガチの不合格出てますね。その持たない贅沢とか、移動手段のヘリとか。本当になんかそのコスパ抑え込んだ。ちょっと極めたくなるんですよ。確かに。一度なんかもうこれ行って、極めたから、みたいな。もう寝てろみたいな感じで判断。
祈る時間が増えたみたいな、制限付き1万回取ったり1日いつの間にか日が暮れへんなっとったみたいなこっから先もこういう形になるかな、もう、まあ、出てくる人は基本蹴り持ちっていう基本蹴り自宅紹介最短ですね。まあ確かに自宅には何もないと己の肉体だけで俺言ってるんだみたいなね。せいぜお前57歳に見えないっすね。せいぜ57歳トライアスロンも結構されてるんですよ。トライアスロンはね10年ちょっとぐらいやってますね。結構すごい形跡残ってるんです。そうですね、今日本のエイジランキングってあるんですけど、5分年代のランキングで今暫定1位で、え日本1位、日本1位なんですか。まあ1位で、ランキング1位ランキング1位、57歳部門の1位、55から59歳部門ってことなんですよ。やばいな、1位はやばいです。トライアスロンってめっちゃしんどいですね。だって泳いで走ってみたいな、電車乗って最後走るみたいな。やばい、泳ぐのも得意なんですね。もう泳ぐのも毎朝朝6時から起きて、はい、週 4回は朝1時間半ぐらいに、1時間は泳ぐなんです。大体3キロぐらい泳ぐ。3キロ？え？足つるくらいですか？走るんじゃなくて、3キロ走るだけでもやばいですよね。やばいです。3キロ泳ぐってどんなレベルなんですか、マジで。やばいな。でも両生です、ほぼ。いや、もう、半間裕次郎さん。あいつもそれが泳いでますよ、バタフライで。やばいな。1時間半泳ぎ続ける。半端ないですね。3000メートル泳ぐんですか？だって25メートルプール何往復するかっていう。やばないですか？じゃあ本当にこう無駄をなくしてコンパクトに追求した形ってことですよね。そうですね。もう物も持たないでトレーニングして、うん、エクスドームぶち込んで、うん、ぶち込む、はい、もう本当にすごいですね。フリーザもさ、ドラゴンボールで最終形態ちっちゃだったやんか、うん、それに近いってことよな。いや、物を全部整理すると本当に豊かな気持ちになるんですよ。フェラーリとか僕も乗ってた時代もありますけど、はい、そういうのも全部持っちゃって移動するだけの車、社長が運転してくれてるってすごい贅沢だ。確かにそうっすね。そうです。最終そこにたどり着くんですね。ちなみにいつそれはたどり着いたんですか、その境地に。いや、30代乗ってる時はもうやっぱりそういうなんかブランドとか車とかっていうのすごく興味あったりとか、そういうのをなんか目指して仕事頑張ってた時もあったんですけど、事業売却して仕事もしなくてもいいっていうことは、今楽しみで仕事してるんだけど、はい、そうなってくるとお金を持ってるとか成功してるっていうのを人になんかこう示すっていうことも必要なくなるし、できるだけ身の回りのものをシンプルにするとストレスがないんですよね。で、自分の時間をすごい大事にできるんで、なんで移動とかそういうことにはお金は使いますけど、はい、ブランド品買ったりとかもう一切ないと思います、うん、そうですね。事業売却した時にどれぐらいお金が入ったんですか、ちなみに。その時は31億ぐらいで、30代だったんで、はい、その時にとってはすごく大きいお金だったんですけど。まあ、もうすごいですよね、確かに。ゴールですもんね、普通に、うん。ただもう売却した後に2ヶ月ぐらいしたらもう社会に、はい、関わってないっていう感じが、はいはいはい、すごい大変辛くて、はい、でも仕事したくなってしょうがなくなってまた始めちゃいましたよね。暇で仕方なかったんですか。そうですね、世の中になんか役に立ってないような気がして焦っちゃって仕事始めたんですけど。すげえな、本当に人生を何時もしてる感じしますね。寝てろって呼びますこれから。はたはた、はい、会長って呼びます。でも結構事業売却した後ってすごい稼ぐ力だったんだけど、守る力とかうまく使う力とかじゃなくて詐欺師にほとんど持っていかれましたけどね、その時の。そうなんですか。ただその時に思ったんだけど、また仕事をそこから始めてやって、はい、ゼロからまたクリニック、また20箇所ぐらいクリニックやってるんですけど、それやったりとか、まあ、上場会社とか作ったりとかってやってね、はい、でゼロからまたこう稼げるっていうかね、はい、それが一番の豊かさかなっていうのがあって、お金持ってることっていうよりも自分がそういう風にゼロになってもまたやっていけるっていうのが、はい、そういう自信がすごい豊かな。まあ確かにそうですね、うん、安心感というか。そうですね、安定ですね、はい、じゃあ今めちゃくちゃお金稼がれてると思うんですけど、稼いだお金ってどこに使ってるんですか。今取り組んでるの再生医療っていうので、はい、幹細胞とかエクソソームとかって新しい世界を作ってるじゃないですか、はい、でこういうことに自分の仕事で稼いだお金を使って、はいはい、そういう世界をもっと広げていくっていうところをねやっていくのが、ね、今一番楽しいですよね。別荘はさっきの軽井沢の1個なんですか。はい、あの今できてるのが1個なんですけど、今ニセコに建築中で別荘を5棟ぐらい、5棟コンドミニアムを作るんですけど、そのうちの1棟は自分で住んで、あと4棟は売ろうかなとは思ってるんですよね、はい、なんかさらっと言いましたけど多分おかしいですよね、どう考えてもね。ニセコめちゃくちゃ土地高いですから。そう、今すごい上がっちゃって、ちなみにあのさっきの軽井沢の方はいくらぐらいなんですか、ね、軽井沢は3億ぐらいですけど、ニセコはいくらぐらい。ニセコは1棟15億ぐらいですね。5棟ですか。それを5棟今75億。はい。別荘に。やばいな、すごいっすね、はい、先生。
次元が違いすぎて、なんかさらっとなんか75億言いましたけど、やばいっすよね、うん、冷静に。全然ミニマリストじゃないじゃないですか。伊勢湖すごいいいんですよ。スキー、冬はスキーできるし、夏は僕自転車とか乗るんで、そこでトレーニングしたりとか、走ったりとか、自然の中で、森の中で走ったりとかできるんで。15億を1棟所有して、4棟を売ろうとしてるっていう、はい、もうやばいっすね、言ってることが。まだニセコできてないんですけど、建築段階なんだけど、もう買いたいっていう人も出てきてるんで、はい、えマレーシアの人とか海外、ああ海外の富豪が、そうなんです、富豪の人が日本の良さを知って、まあインバウンドでまた戻ってくるんでね、これからすごい需要が、どんなレベルなんですかね、75億の別荘って。想像もつかないですね、正直。一棟どうですか。そうですね、ちょっとじゃあ入江さん、ありがとうございます。うちの入江が一棟買います。15億。すっからかんなっちゃう。いや買えるっす。入れたんだったら大丈夫っす。奥さんのために成功にね、愛の城建てる。愛の城、伊勢さんが奥さんっていうために、ね、大変なことになってる。奥さんへの反省の証で伊勢子に15億建てるしかないっす。何の反省なんですか。昨日電話とか怒ってたでしょ。確かにな、昨日ずっと伊勢さんの携帯鳴っとうから、出た方がいいですよ。いや出ないですって。固くない出へんかったかな。電話に。でもちょっと真の金持ち感がねしますね。本当の金持ちはなんか同じ服着てお金持ちっぽい感じ出さないって言うじゃないですか。まさにそれですよね。で周りにそういう人多いですけどね、僕の周りはね、そうなっていくんですかね。やっぱりヘリポートって結構その辺にあるもんなんですよ。いっぱい平らなところで広いところあれば泊まれますからね。ああそうなんですか。そうなんですよ。平らなところあったらいいですね。平らなところあれば泊まれるんですよ。結構名言ですよね。ヘリは先生も運転できるんですか。いや僕免許持ってないんで、もっぱら運転してもらう。車もなんか自分で運転するよりしてもらう方が好きなんで、はい、トライアスロンって基本的に持久力ですよね。そうですね。で結構じゃあすごい距離走ったりできるんですか。一番長いアイアンマンっていうトライアスロンレースは、はい、最初に 3.8 キロ泳いで、はい、180キロ自転車漕いで、まあ、ここから、東京ぐらいですね距離はね、はい、80キロぐらい自転車漕いで、で最後に42キロフルマラソン。最後42キロなんですか。それ1日でやるんですか。1日で、まあ、半日でね。半日でそれを先生やれるんですか。やります。もうそれ5回ぐらい出てるし、あの彼もセルソースの社長の坪本君も5回ぐらい出てるよね。5回ですね。どっちが早いんですか。今は彼すごい仕事忙しいんで僕の方が早いですけど。10年ぐらい前は結構いい勝負だったんですけど。すげえな。年取っても勝つってことですよね。僕だんだん若返ってるんで今エクソソームを点滴して。怪物じゃないですか本当に。今まだね自己ベストを結構更新してる。いや更新してる。マジっすか。はい、ランもこの間更新したし、スイムも自己ベスト更新してる。怖っ。普通に速いっすよねあれ。はい。いやだから本も日本のトップですから、世代の。でも57で更新できるってめっちゃ希望を与えますよね、世の中の57歳とか50代の人に。だから50代からでもやり方によっては伸びていくってことですよね。そうですね。僕だから44からトライアスロン始めたんで、結構始めたの遅いじゃないですか、はい、それまではもう本当に仕事しかしてなくて、一日も、まあ、今の光くんみたいに一日も休まないで、仕事以外にエネルギー使いたくないみたいな、はい、すぐそこもタクシー乗ってたし、そんなのが今はね、まず仕事する前にトライアスロントレーニングの時間をスケジュール組んで大会の予定入れて、その合間に仕事入れてるんですよ。トライアスロンがメインの、あれなんで。スケジュールのメイン最初に練習とか入れないと、仕事の合間にやろうって思っても絶対やらないですからね。アスリートってことですもんね。ほとんどもやってることは。さっき 3.8 キロ泳ぐって言ったら最初にもう多分無理っすよね。普通に佐々木さん無理っすよね。無理だと思う。 3.8 キロ泳ぐってやれますよ。しかもトライアスロンって、はい、湖とか海とかで泳ぐんですよ。プールじゃないんで、めちゃくちゃきついんですよ。そうなんですね。マジっすか。すごい荒れた海でもね結構やりますからね。危な。ちょいちょい死んでますけどね。そうですよね、うん、海っすもんね。だって波あるもんだって。海きっかけとかも気になりますけど、ね、始めるきっかけとか。いや最初はだから本当に仕事しかしてなくて、はい、もうワーカホリックですごい不健康な30代の生活を送ってたんですよ。で40ぐらいになってやっぱり30の時みたいにがむしゃらにやってても体力が持たなくなるじゃないですか、はいはい、それでその健康とかっていうのを気を考えるので、はい、でももちろん事業売却してお金もすごい手に入れて、でその時に一番大事なのって若さとか健康だなっていうのをすごい気づいたんですよ、はい、なんでそこでちょっと生活の習慣変えようってことで、最初はちょっとマラソンとかをね始めてたんだけど、はい、まあ、マラソンもちょっとだんだん飽きてくるんですよね。記録もなかなか3時間ちょっととかってなるとそれ以上飲んでもなくなってくるんで、はい、でその時になんか経営者仲間でトライアスロンっていうのがすごいホットで、はい、結構いろんな経営者がトライアスロンとか取り組んでて、でそれでチームに入れてもらって始めたのが最初のきっかけですね、はい、トライアスロンのチームがあるんですね、はい、結構経営者でトライアスロンチーム作ってるのがあります、まあ、でもトライアスロンって体に良すぎますもんね。泳いで走って、まあ、悪いところが一つもないっていう。確かに。あと結構ね時間管理とかもすごい必要なんですよ。その、はい、
大会出るのも、はい、あのスイムとかバイクとかランプ場準備を全部していって、はい、でそれを途中で準備を変えるじゃないですか、はい、スイムから今度バイクに乗るとかって、はい、そのトランジションっていうんですけど、はい、そういうところの時間の配分とか段取りとかめちゃくちゃ頭使うんですよ。そういうのがなんか自己実現っていうので経営とちょっと似てるところがあるから、はい、タイムマネジメントとかね、時間を大事にするとかっていう、そうなんですね。そういうのですごいハマる経営者多いですよね。トライアスロンして人脈増やせってことですね。そうですね。だから今のうちの幹部なんかもほとんど、はい、あのほとんどってことはないけど、みんなトライアスロンやってる人多くて、彼の妻元君もトライアスロンで十数年前に知り合った、はい、そこからなんですね。そこからあの一緒に起業してセルソースっていうのを上させました。トライアスロンつながりなんですね。そうなんです。すごいなそれで、うちの幹部も結構みんなランミーティングって言ってね、火曜日の朝はみんな朝集まって神宮の周りをぐるぐるね走りながらミーティングするんですよ。ランミーティング10キロぐらい走りながら10キロその1週間の出来事をいろいろ話するんですよね、はい、話せるんですか走りながら確かにそこっすよね、ポイントね。もう最後の方死んでませんだって、もう普通10キロだったらもう結構余裕なんですよ。10キロはもうあっという間にね、会話話してるとすぐついちゃいますよね。今まで出会ったことないタイプすぎてすごいっすね。イギエさんとは大違いっすね。こんなブクブク太ってイギエさん、トランスした方がいいっすよ。イギエ痩せたら可愛げがなくなります。キャラさんのファンの人たちも、はい、このままでいてっていうあのメッセージが届いたんで痩せることやめたんすね。あ、そうですそうです。その大会出た後のね、仲間と一緒にまたビール飲んだりとかしてね、はい、部活動みたいな感じですよね。そうなんですよね。大人になってそれができるっていう、青春できるっていう。大人になってなかなか友達ってできないじゃないですか、はい、学生の時みたいに利害のない友達って、はいはい、でもそういうトライアスロンとかって本当に会社の経営者ですごい人たちもいっぱいいるんだけど、はい、全く仕事の話もしないし、あそこではもう本当に友達なんですね。一番私それいいですもんね、そういうのが、うん、でトライアスロンを通じて世界中を旅をするんですよ、ヨーロッパに行って、はい、あのバルセロナに行ったりとかね、はい、今ちょっとコロナで行けなかったんですけど、はい、世界中の国にそうやって経営者の友達と一緒に行って、そこでトライアスロン、トライアスロンしてレース出て、その後アフターパーティーして、でまたちょっと観光をちょっとして帰ってくるみたいなね、まあ、充実感すごそうですもんね、はい、それそういうのがすごい贅沢ですよね。時間もちゃんとそうやって確保できて、はい、トライアスロンって時間練習時間かけとるんで時間確保できて、はいはい、でそういう友達もいないとできないじゃないですか、はい、だから時間も友達も、まあ、お金もちょっとかかるんで、はい、そういうのが全部揃ってないと、で健康もないとできないんで、確かにその全部が揃うっていうのはすごい贅沢じゃないですか。すごいな、その発想がもう聞いたら確かトライアスロンめっちゃいいなってなるもんな。うん、やってください皆さん。ランミーティングに参加してください、はい、ランミーティング多分もう僕の1キロ付近で多分もう脱落します、ね、はい、ミーティングじゃなくなりますね。一言も喋らなかったよね、はい、うわ見えた、うわあれやヘリ、あれがでかいヘリ、そうですね、パイロットに行ってこれ7人乗れるんですね、かっこいいな。ヘリ人生でさ車欲しいと思ったことあったけど、ヘリ欲しいと思ったことなかったやんな。ヘリのカタログとかもあるんですか。ありますね。これ高い方なんですよ、この 4.5 億っていうのは。結構高い方ですね。家さん買わないんですか、ヘリ。マジで買いたいし。あ、買いたいですね。お願いします、しっかりします。これだけ全国取り回ってたらヘリやった方がいいですよね。ですよね。家さん、やっぱいりますね。はい、マネージャーが買うべきです、この。マネージャーが買うんですか。マネージャーってやっぱ基本、移動の管理しないといけないんで。そういうことね。はい。整備料とかめちゃくちゃ高いんじゃないですか。そうですね。まあ、でも、あのこれ貸し出しでもしてるんですよ。自分が乗らないときは。ああ、うん。そういうので、うまくやってます。ヘリいいっすね。これってでも年間買うじゃないですか。買った時ってこう人に貸し出したりとかしたら年間で言ったら自分の支出で言ったらどんくらいぐらい買うんですか。いや、もうほとんどないですね。え、マジですか。ヘリ買ったのに。そんなレンタル需要があるってことなんですか。ありますね、そういう。強っ。ゴルフとか行かれる人はヘリで行く人とかもいっぱいいらっしゃるんで、経営者の人とか。ヘリ買ったのにほぼ手出しゼロ。そうですね。ヘリ買った方がいいっすね。買いましょう。ヘリ買った方がいいっす。すぐに 4.5 億の、はい、すぐ買いましょう。 4.5 億のヘリ、はい、じゃカタログもらってきます。はい、お願いします。ヘリ買ってみたって動画撮りましょう。YouTuber 初ヘリ買ってみた。大自然からヘリがねこう行くっていうのがいかついな。これ空からやったら直線で行けるもんね、最短距離で。特になんかね渋滞して下に車がずっと並んでたわけ、なんか気持ちいいですよ。そういうことですかね。うわすごい、うわプロペラが速っ。やばわすごい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 。だから先生はチャリ乗る感覚でこれ乗ってるから全く微動だにしてないですよ。ほんと当たり前だよと言わんばかり。すごい風や。あ、浮いた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 。うわやば、うわすげえ、うおすごいっすね。これうわこっから行くわけや前に。すごいなこれ、めっちゃ楽しそうやな、ヘリ乗って気持ちよさそうじゃない、広がる景色がやばい、山越
れるって強いな。はい、東京到着しました。30分ぐらいですかね、ヘリコプター、まあ、撮影禁止なんで中がもうここからじゃ撮れないんですけど、宮迫さんがもう来てるみたいなんで行きましょう。意味が分からん。最近交通手段ヘリに変えたんですよ。来たんでしょ。違う、はい、あのここ来てって言われて、はい、見ててって言ったら、はい、ヘリから降りてきたから、はい、何してんの。あの時間短縮でフラットヘリ乗ってきたって。ほんまはあの中で待ちたかったけど入ったらあかん言われて、はい、そうっすね。不審者が入ったらダメです。今回買取関係の第9弾で見てもらう山川ドクターです。あ、ドクター、はい、よろしくお願いします。お願いします。ドクター、はい、めちゃくちゃ若く見えるじゃないですか。はいはい、57歳です。年上ですか。そうです。あ、それはそれはすごいっすね。え、じゃあもうドクターの、そうっす、ドクターヘリ2台持ってて。ヘリ2台ですか。絶対1台でいいでしょ。ヘリ2台持ってらっしゃるんですか。セカンドか。セカンドか。すげえ。どこから来たの。あの軽井沢から30分ぐらいで来ました。めっちゃ早いっす、ヘリ。そらせ、はい、そらせやけど。ヘリ便利っすよ。なんであのヘリで到着したらいいんだけど、はい、なんで俺ここで待っとこなの。現場でええがドキドキしないけど、なんで俺ヘリよ、ヘリ、何ヘリ、ヘリが降りてきた、いつも降りてきた、え、何これ。いや、ここじゃなくてええやろ。いや、これ見せたかったの、この降りてくる瞬間を。いや、面白かったよ、そら知り合いがヘリから降りてきた、初めて見たから。面白かったけど、なんかどっか行くの。そうです、山川先生が買取で出してもらえるものを置いてるところに。なるほどなるほど、はい、軽井沢なんて軽井沢の別荘があって、はいはい、まあ、たまたま軽井沢の近くに仕事があったんで寄らせてもらったって感じです。それ見たかったわ。でも正直先生何も持ってないんですよ。え、どういうこと。なんか本当に持たない贅沢っていうのやってるらしくて。持たない贅沢、本当に何も持ってないんですよ。こいじゃダメじゃない。そうなんですよ。だから何を出してくれるのかなってよく分かってない状態で行くんですよ。あ、今から、はい、ヘリが持ってる、あと別荘持ってる、3億の軽井沢の別荘と今建ててる75億の、はい、75億チラシ5個です。1つは15億、よくわかんないです。もうよくわからない。でしかも先生トライアスロンめっちゃ好きで、日本で55歳から59歳の方で1位なんです。トライアスロンですか。すげえっすね。でどこ行くんですか。一番クリニック。どこにあるの。西麻布。西麻布。家近所。そこでええやん。ではクリニック出たので中入ってみたいと思います。お願いします。お願いします。これ僕一度来てるんで、ここは。あ、そうなんです。そうなんです、来てるんですよ。何が出てるのかちょっとよく読めないです。今回の回答してもらえるのはどれになるんですか。特に何もないので、はい、3階の方にちょっと行ってみましょうか。はい、はい、これすごっ。これでなんか出すも何もないんで、はい、しょうがないんで、あの僕の自転車を、トライアスロンの自転車を、はい、買い取ってください。どれぐらいするか謎っすね。いや、むちゃくちゃ高いよ、こういうやつ。どれぐらいするか、予測いやつらな。あ、はいはいはい、あの、そう、こういうの、はい、持ってるけど、はい、500万ですか、これ。100万ですか。いや、全然いくんちゃう。そのカーボンとかなんかね、はいはいはい、素材がこれ結構軽いんですよ、こういう。高いってことか、それこれ。めっちゃ高いよ、それなりに。そもそもこれ、買い取れるかっていうのは、皆さんどうですか。あ、買い取りますよ。こういうのもやってますね。やってます、やってます、これはもう、すごい流通してるんで、流通市場でも有名なんですか、これ。有名ですよ。今、どれくらいだろう。70万ぐらい流通。もともと高いんですよ、100万以上するんで。ホイールだけで77万なんで。ホイールだけで、はい、全部で200万円。200万。すごっ。車っすね。そのカーボンとかなんかだったんですか。そうですね、フルカーボンで。フルカーボン。あとこれだけじゃちょっとあれだったんで、社長が自分でミニマリストしすぎて何も買い取るものがないってことだったんで、社長がちょっと2つ時計、ロレックス、はい、ロレックス。ああ、すいません。あとお酒を、お酒をくれました。おー、もう読んだぞ。山崎18年です、21年。これはめちゃめちゃ人気あるんで、いいですね。結構ブランド品だけじゃなくて、はい、この買い取り探偵団、実は何でも買い取れるっていう。すごいですね。会社お酒は特にあの主犯免許持ってるんで、はい、リクスで主犯免許持ってる会社あんまりないんですよ、はい、うち全種の主犯持ってて、インターネットもあんまできるんで、これはいいですね。ちなみになんか山崎なんか最近めっちゃ話題になってて、山崎多分一番高いやつって1本いくらぐらいでしたっけ。一番高いんだと55年が8500万。えぇ、ー、
その下が50年が3000万から4000万。響きいくらですか？響きなんか響きはでもそんなにプレミアついてないですね。100万ぐらいになりますけど。マジっすか？皆さん家とかあるんじゃないですか？ないですか？全部飲んじゃったマジですか？マジですよ。5000万去年販売されたのがもう8500万まで上がってる。8000万？でもそれ全部抽選なんですよ。抽選で当たった人は300万で買って8000万で売れるみたいな。何人なんですか？意味が分かる。抽選確かね100名ぐらいですよ。当たる人でもそれが上がるんですよ。1万人ぐらい多分応募してると思うんで。宝くじ当たってるかな。そうですよ。宝くじ当たった自分の思い入れとか書かなきゃいけないんですよ。山崎に対する思い入れとかを書いて認められると当たるっていう。すごっ。あんまり昔飲んでたやつが置いてたらみたいなこともありますし、ただ55年と50年とかは樽の中に50年入ってたんで販売されたのは最近なんですよ。55年は去年ですし、多分60年出るのは4年後ですよね。60年出たら絶対応募した方がいいですよ。1億超えると思うんで。1億、どのぐらいの皆さん多いものめっちゃあるっすね。アルコールに対しては、うん、美味しい飲みたい、美味しい。わかりました。じゃあこれさって、あとこれですよね。酒ただすごいですね。お酒、ジャパニーズウイスキーはもうサントリーのはめちゃくちゃすごいですね。で今ドラックスめっちゃ上がってますよね。これもはい116523アラビア文字ですね。デイトナですね。これももう爆上がりしてるんで、倍ぐらいの値段になってますね。300万近いですね。でこれちょっと査定が目指しますね。3点と自転車も、はい、いいですかね。はい、わかりました。お願いします。今日はしかもスペシャルゲストで先生をすごい尊敬していただいてるんで、後から麻生先生が実際バイオリン持ってきていただいて。ああ、そうなんですね。わざわざ、なるほど。ドクターコラボ、ドクターコラボ大丈夫かな、また下ネタばっかり喋れへんかなでも本当にね、交換できるやつってもクリニックとかそういう次元になってきますもんね。そうですね。ここ9億円ぐらいですかね。9億円、ちょうどもらいたいぐらいの額ですね。すごっもらいたいよ住みたいよ、クリニックでは査定結果お願いします。はい、まず一番高いやつで116523のアラビアですね。デイトナが290万。はい、元どれぐらいなんですか？元はですね200万ぐらいですね。その時によって値段違うんですよ。買った時によって相場変動してるんで。でなんで 1.5 倍以上になってるかなと思います。 1.5 倍ぐらいですかね。で響きの21年が10万円ですね。10万円で山崎18年が12万円。これでもすごいですよ。これだって3万とか4万とか。そうですね、3万4万ぐらいのが上がってるんですね。3倍ぐらいですかね、リユース価格でいうとぐらいになってますんで。であと自転車スペシャライズ度が70万で、合わせて合計金額がこれです、382万円。どうでしょうか？はい、お願いします。セーブさん、はい、ありがとうございます。382万円で回答します。もうなんかね、この買い取りなんて本当にもう前座の前座にしか見えなかったですね。そうね、はい、麻生先生のバイオリンと何人に変わるんですかね。それそうなんだよな。すごい格好ですよ ね。山川先生、対照的な格好ですよハイブランドの身を包んでやってきました。お久しぶりです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 。先生すごい格好ですよそんなんあるんですね、ルイ・ヴィトンで YouTube 用にいやすごいですな、夏先取ってますねではではでは、買い取りが終わって、はい、バラシベになるんです。前回出していただいたバイオリンですね。先生が持っていただいて、これバイオリンケースなんで、ね、ケースとバイオリン。ただね、判明したんですけど、はいはい、ケースにあのバイオリンが入らなかったんです。はい、だから別で実際のケースも持ってきました。ありがとうございます。でもこれもつけるって言ったので持ってきました。これはこれですごい価値ありますもんね。そうですね。そうです。でこのバイオリンとバイオリンケースを山川先生の何かと交換するってことですね。そうですね、まあ、ちょっと考えてきていただいてるんで、はい、今日ね軽井沢まで来てもらって、はい、今日も来てもらって何もなんか物がないっていうことが分かったと思うんですけど、はい、ないです確かに、はいはい、なんで高瀬先生のバイオリンっていうのを僕が持っても価値があまりないと思うので、はいはい、このバイオリンをそのままヒカルさん そのマクドナルド財団の企画に寄付しますので、はい、これをまず受け取ってください。寄付、はいはいはい、なるほど。でその上でうちのクリニックでできることとしたら、今うちでここで来てもらってる高額な治療、1人1000万以上にする幹細胞治療やってるんですけど、はい、それを1億円分ヒカル君に渡しますので、はい、ヒカル君がしかるべきと思う人にそれをプレゼントしていただければ、はいはい、1億円なるほど
え、これとだからこれはこれプラス、これプラス1億なので、はい、今1億これ何千万ですよ、ね、7000万、はい、8000万だから1億円分の幹細胞を僕は持って何かに変えていけばいいってことですね、はい、まあそれを分けてもらっていきなり7000万で変えるっていうのはなかなか難しいと思うので、はいはい、まあ2000万とかそれくらいずつあの、はい、しかるべき人にお渡しいただければこちらで責任持って、はい、あの1億円分治療しますので、すごいな。いいんですか、わらしべ長者なくなっちゃったんですか。まあでも、まあ、間接的にわらしべ長者はまだ繋がってますね。細胞に変わりました。予想外すぎるな。結果どうやら額、はい、そういうことですよ。だって受け取らないわけですもんね、先生は。これ一方的に1億し出すってことですもんね。山川先生、僕めっちゃ憧れの先生、はい、駆け出しの頃、はい、山川先生訪ねていたことがあるんです。あのブログ読んでて、はい、感動して、はい、いきなり田舎から出てきて、はい、山川先生会ってくださいって言って、会ってくださったら、はい、ワルコミヒルズでね、ワルコミヒルズのね、はい、上でね、はい、お会いしてビビってヒルズクラブの会社っていうね、はい、目指してたんですよ。たどり着いたのはこの感じですか。全然違うんですよ。今物を持たない贅沢をしてるね。物を持ちまくってるじゃないですか。これからですもんね、まだ尊敬してるわけですから、医者で一番ですね。医者というジャンルで、はい、一番ですね。それすごいですね。すごいな。もっと言ってください。みんな一般の人分かんないと思うから、はいはい、僕が本当美容外科医になろうと思った時に、はい、本当にトップ走ってた人で、開業物語みたいな書いてあったんですよ、はい、ブログにね、はい、うん、そこからの活躍もずっと見てて、はい、開業したてぐらいの時に、そうですよね、うん、あのどうやってやるんですかって気に入ったら、はい、クソ厚かましくも、はい、優しくこう教えてくださって、はいはい、違いなくトップですね。尊敬されてるんですよ、ね、尊敬してます。今ずっと車で一緒に移動させてもらってお話したんですけど、はい、一つも下ネタ言わなかったですね。麻生先生、乗って2秒ぐらいで下ネタ言ってました。おかしいな。いくつぐらいの時なんですか、麻生院長。僕はまだだから20代ですよ。髪の毛もうちょっとね、もうちょっとありましたね。そんな昔なんですね。まさかの縁ですね。ありがとうございます。というわけで、一応、まあ、わらしべ長者としては細胞を1億円分いただいたので、これを使って、うん、これはどうですか、はい、またさらに交換していくと。かなり前進しましたね。幹細胞結構富裕層の人が欲しいと思うので、まあそうですね、はい、それを材料にまたどんどん増やしていってもらえば、はい、近づくんじゃないでしょうかね。はい、頑張ります。幹細胞どうやってやる、キッチンカーみたいなんで幹細胞が富裕層でもいけませんからつって。まあ、それなんかいろいろつながりでね。そうですね。で、実は皆さんとかにも視聴者の方からどんどん買い取りの部分とか買っていただいたりとかしてるんですけど、はい、その部分の一部のお金がもう寄付に回そうと思ってて、一応それで準備してるんで、はい、あと少しでこのわらしべもそうだし、この買い取りの部分でもたまったお金を集めて家を建てようとしてるんで、はい、あと少しです。もうゴールが近づいてってことですね、はい、そうです。この間ちょっとマクドナルド財団の方と、まつわる弁護士の方とか皆さん来られたんですよ、うちの会社に、はいはい、本当に期待してますよ、よろしくお願いしますって言って、すごいプレッシャーが大きすぎて。今後もちょっと引き続きこの企画頑張っていきたいと思います。はい、というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいことになってきましたね。1億の幹細胞。そんなんだ、想像もつかない。これ幹細胞ですか。幹細胞はめっちゃ欲しがるですよね。みんな欲しいですよね。結構どこに行っていいか分かんない人多いんじゃないですか、幹細胞で、うん、ほとんど口コミですよね。広告で来る方じゃないんで、幹細胞を元気に来る人、経営者のつながりでずっと来られる感じ。先生とかはされてないんですか、ね、まあ、あのエクソソームやってるんで、先生のクリニックで、はい、ぜひやってください、はい、これからあの流行りますんで、膝やりたいですよね。膝ね、膝やりたいですね。膝痛いんで、膝ボロボロだな。切実な思い、切実な思い。